こんにちはと申します。今回の動画は本日木曜日ということで、ワールドカップのね TOTW が登場したということで、そちらの方を見ていこうと思います。で、選手を見ていきながら、当たり選手とかコイン少ない方、無課金、微課金の方、引くべきかなど解説もしていこうと思うので、よかったら最後までご視聴お願いします。メンツはこんな感じか。パッと見た感じ、大当たり選手っていう感じの選手はいないなぁ。まあ、ネイマールとかもパックとか来てたからね。まあ、買ってない方からしたらね、習慣は嬉しいと思うんだけど。まあ、スキル追加はなさそうだったよね、最初の画面見た感じ。まあ、前回の習慣、ネイマールよりかは、ドリブルはしやすそうなんだけど、ワンシュートスルーパスがついてないんで、今回のは。ここがね、ちょっと渋めだね。前回持ってたら、そっちでいいかな。フォーデンは、インレシなのか。スキルも足裏とノールックパスが追加されたのかな。こう見ると前回のね習慣ウィングストライカーでワンシューとかついてたんで、まあ、そっち持ってたら無理に引かなくてもいいかなっていう感じかな。まあ、もちろんね好きな選手いたら引いていいと思うんだけど、迷ってる方は今週は引かなくてもいいかなっていうガチャですね、無料分だけで。まあ、モリーナ攻撃的で能力値もいい感じだからね、サイドバック困ってる方は取ってもいいかもな。コンディションの波も小さいだから地位環境でも使ットに入れやすいと思います。あ、ベフフォースとスーパーサブついてんじゃない。あ、やっぱりついてるね。後半から2得点だから。やだなー、これ後半サイドハーフ黒沢置かれてバチボコ決められる未来が見えるね。クロスをねメインとしたチーム作りしてる方は取った方が良さそうな選手ですね。ワンパワンシュー持ってて、ヘッダー持って、で普通のね能力値も決定力85、ヘディング90、オフェセンボ87あって、チームスター100だとね90近くいくと思うんで、いやかなりやだね、めちゃくちゃやだわ。けど強いね。スーパーサブなかなかつかないだろうから、ベフフォースト欲しい方は引いてもいいかもね。希少性としては高い。エルヤミクセンターバックのみでコンディション普通。まあまあまあ。ゲンフリースピンポイントクラスある。スペシウムも高くて、グラッパフラッパもある。ああいいね。コンディション波も小さい、いいね。ハットトリックしたラモス、スキルは優秀。いやラモス使うなら通常ハーランドのボックスでもいいかなっていう感じか。ペペ、あ、スキル優秀だね。多分なんか追加されたよね、インターセプトブロックアイアバトル。これで波小さいだし、ああ結構いいかもしれない。センターバックの補強としてはかなり使用感良さそう。で最後アムラバト、ボックス2ボックス1バ、はい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 。いやー今週はねコイン少ない方引かなくていいですね。この中の当たり選手で言えば、週刊フォーデンと週刊ネイマール持ってない方はここ2人、フォーデンネイマールで、あとベフフォースとかな。希少性としてね、まあ、もちろん好きな選手がいる方は引いた方がいいと思うんですけど、まあ、無理に引くガチャではないかなっていう個人的な意見です。なので今回はね自分は無料だけ引いて撤退しようと思います。ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価で応援お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。